はいはい、その2です。その2です。セッティングが出来上がりましたと。はい、いうことで、これ何ですか、てーちゃん、これ使ってんのは。これはプロツールスっていうやつです。プロツールス、はい、いわゆるレコーディングソフトですね。そうですね。最近はでもこれで曲を作る人たちが増えてきて、このままこれだけで曲を作っちゃう。はい、その元々はここに声だけ入れたりとか楽器だけを入れたりっていう、そうやね、あれなんですよね、録音ツールやったからね。はい、それがその要は外部からインサートっていって音も入れれるんですよ。はい、で今ここにその素材を入れてみたんですけど、あ、ほんならこっちの音切っちゃいますね。はい、だこの1曲目にこれ入ってる、まあ結構有名なミニリーパートさんのインサイドマイラグっていう、はい、これを素材に、いわゆるサンプリングっていうのを、はい、やります。これがあることで作曲ができなくても曲がお手軽に作れちゃうっていう、お気軽に、はい、名言残されてますよね、この辺の人ら、あ、この辺のね、ベテラン MC さんがパクリちゃうでサンプリングやでっていう言うことを残しております、ね、名言を残しております。そうです、パクリではないです、ね、まあ、でこの、まあ、有名なこの人の曲の有名な部分があるんですけど、ね、アメリカの有名なヒップホップの人らもここの部分使ってますけど、はい、ここの今からかかるまさにここをちょん切ってループさして曲にしちゃおうっていう、それ今からやります。はい、やりましょう。はい、KG さんサンプリングとかされてあったんですか、作曲するときって。当然。はい、それはどういった機材でやってはったんですか。いろんなことしとったよ。最初の方は言うたらサンプラーを使ってた。ああ、サンプラー、あ、うん、いわゆるこれを今画面上でやってるんですけど、それをできる機会があったわけですね。ハードでな。あ、はい、それを使ってやっとったよね。ほんでまあまあ結構ね、サンプラーっていうのを今でこそもう使わんぐらいしょうもないもんになってしまったような気がするんやけども、昔はサンプラーいうのはものすごく高くてね。え、そうなんですか。高級機、あ、高級な、まあ、もうね、有名なんやったら赤い社が出してるですよね。MPC もけど他にも出てるんですよね。そうそれが何十万ってしたんですよね。ラック式のやつね、45万とかそんなにしてメモリ増やすだけでも60万ぐらいしちゃうような気がするな。そんなサンプラーやったけども、今やパソコンでやった方が便利やん。そうですね、値段もはっきり言ってパソコンとソフト代だけでいけますもんね。なあ、ということで、どんどんそういう作り方もなくなっていったきたんやろうけども、てーちゃん、進んでますか。はい、今、ちょん切ってます。これをね、はい、先の部分をちょん切って、はい、要は繰り返して、曲にさせようっていうわけですよね、はい。そういうことなんですね。それをサンプリングという。これ今ちょん切りました。ちょん切りました。はい、これで今ちょっと、ループをかけましょう。確認します。今のところで ループにしてもらうよ。最後までいく？ここの部分ですか。うん、これイントロでここ使ってかなっていう思ったんですけど。まあ、てっちゃんに任せるよ。俺。ここでループさせましょうか。あ、でもこれ8小節1個の音ですよね。じゃあこれを抜き出します。コマンド C でコピペってやつですね。はい、コピペしました。じゃあ今度これをリズムに乗せますけど、これ速さはどれくらいにしましょう。いわゆる BPM ってやつなんですけど、ケジさんどうしたらいいですか。ネタに合わせたらいいじゃん。あ、ネタそのまま使います。一応これここで BPM 自体も決めれるんで、これがガイドになってて、もうその BPM に合わせてドラムとかも置けるんで。やってみて。はい。じゃあ BPM。あんま俺分かってないからな。やってみて。どれくらいの速さがお好みですか。いや、どの子でも好むで。じゃあ95ぐらいで。95は年いきすぎやわ。95年いきすぎ。無理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 。じゃあ90ぐらい。20歳から。はい。
20歳40ぐらいまでやな。それすごいすごい遅いですよ。ドンカッっていう、うーんっていう。その話じゃないねんな。あ、その話じゃないです。年の話じゃないです。BPM ってやつですよね。BPM、あの、はい、ビートパーミニッツっていう1分間、BPM、まあ100ぐらいでええんちゃうの。はい、じゃあ100で100でいってみましょう。今100、こんなんもね、ここで操作できちゃうんですよ。あ、キャンセル。100にしたら100なるよの BPM ドラムとかも。あ、いえ、あのね、それは自分でしないとダメなんですよ。僕も最初100にしたら100になると思って、100ってここに打ち込んで やってたんですよ。で、実はそれやったらそのまんまなんですよ、素材が。だこれを今、これ今、ここは小説なんですけど、4小節ちょっとですよね。だこれをあの、あれしちゃいます。何ですか、タイムシフトしちゃいます。これはあの、いわゆる、短くしちゃうわけですね。4小節きっちり合わせます。これであの、はい、4小節になりました。で、これドラムをこうして、で今度ドラムですよね。こうしていきましょうか。はい、はい、じゃあ次ドラムを、なこのドラムもここに素材があります、はい、これをじゃあ使おうと思います。フィルの後からやね。そうですね。まあフィルはイントロとかでも使えますよね、うん、はい、っていうね、ここまでの、そしたらここですよね。キックの頭からってことですね。そこに頭をかぶし、これをじゃあちょん切ってあの曲と合わせます。僕一切作曲してません。これね、すごい便利な世の中になりました。全くドラムもできなくて、音だけ知ってたら作れちゃいますもんね、うん、一応。いわゆるあの DJ の2枚使いとかもそういうことですよね。ループさせるっていう、あの2枚使いで同じブレイクを重ねることで、あの違う楽曲に作り変えてしまう、うん、あれが原点ですよね。あれが原点、サンプリングの。まあ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 、サンプリング自体はあったんですかね。その鳥の声取ったりとかそういう。そんなんもサンプリングですもんね。ただそのヒップホップ的なサンプリングですよね、うん、はあのいわゆる二枚使いが使いから来とるんやないかと、はい、だからこれをここに持っていかなかったんちゃうの。そうですね。これネタがバレてしまうんで、あのここまでであれですよね、4小節ですよね、うん、な今度これを切ります。 OK、 切っちゃってください。ではまたこれをコピー&ペーストでこっちのトラックにドラッグしちゃいます。で尺を合わせると後で、はい、そうですね。これもこれちょっとちゃうんちゃう、はい、これもこのレンダリングします。タイムシュート、あちゃうよ、それシャンプーちゃうんちゃう。グリッドのこっちでやった方がいいですね。きっちり合うんで、はい、これで4小節きっちりになりました。これも合わしといた方がいいですね。これ多分中途半端になってると思う。え、これ声と声でドラム入れなかったじゃん。いえ、これドラムの音なんですよ。嘘や。はい、鳴らしますね。あれ、あ、ほんまや、間違えてますわ。すいません。間違えてますね。この波形見て分かるやろ。はい、すいません。そうですね、コピー&ペーストしたつもりになってました。そうやろ。はい、これをこれドラムの音ですね。それやそれ、はい、これね、波形なんで分かるんですよ。これ声とか音とかドラムとか、やってる人が見たらね、もうこれは何の音かっていうのが大体分かるんですよね。じゃあこれをシュートします。なんか料理番組みたいになってきましたね。はい、これで合いました。はい、じゃあ鳴らしてみます。はい、
はい、これで曲になっちゃいました。いや、これラップな、これで、ね、ラップ入れていって。そうですね。いや、いや、関西大阪に暮らす現在、右も左も見えない状態、マイク片手にマジを徘徊、ジャンキー裏がある新世界界隈から見えない操作、カクカク回るやつの動作、仕掛けにはまる甘い罠に回る手首に鉄の縄、スリルが生きてるおかしい。KG さん最近歌いたいそうです。あ、じゃあそこで見る、僕がビート作るんで、うん、KG さんラップしてください。いつもと逆っていう。そんなんすんの？そんなんしていじめんの？いじめん。いつもと逆のことしましょうよ。いや、新鮮味が欲しいじゃないですか。さっき俺歌いたいねんって言ってはったじゃないですか。まあまあまあ、それは今後、今後、交互期待。まあ、これ単純にね、あれしただけなんですけど、ほんまはこの素材を、あれですよね、はい、タイミング合わして、今度切り張りしたいと思います。これまあ単純にやったんで、ちょっとこれ横避けといて。これをもっと。そうですね、タイミングに合わして、その、鳴ってる音をね、ちゃんと、その、鳴らすっていうか。チョップというやつね。あ、そうですね、チョップ、いわゆるMPC っていう機械があると思うんですけど、うん、これはその模倣されて多分作られたものだと思うんですけど、うんうん、これマシーンっていうあれなんですけど、こういうパッドがついてて、そこに並べていくんやね。いや、ここに音を振り分けれる、それを画面上でこれはできちゃいます、うん、今度その作業を、グリッドで、グリッド少しや、ここですね、この、これを今度拍で分けます。いわゆる1,2,3,4ってやつですよね、拍で組み替えるというわけだね、後で。で、これをここにね、要はずれてるんで、で、人が弾いてるものなんで、はい、それをね、タイミングを合わせて違和感をなくしましょうっていう、はい、すごい料理番組、ほんまに料理番組みたいですね。次はこの材料を使って、これあれですよね、さっき4小節なんで2拍ずつですよね、はい、あ、2拍じゃない、あ、4拍ずつですよね、2,3,4、あ、ちゃうわ、8拍まあ、ここだけでも曲になっちゃいますよね、このループでも。だ、今度これをまた細かく分けます。これ半分に分けたんで、ここですよね。そうだね、要は今4小節やったものを1小節ずつ分けてるんですよね、はい。ちょっとキーボードの音があれですよね、まあ、荒い方で結構渋くなったりする時が多いですよ。あーはーはーはー。じゃあこれ今度切ったんで今度これにじゃあ合わせて1小節ずつの塊にします。そしたらもっと違和感なくあれですよね、曲が展開されるというか。じゃあやってみましょうか。はい、で今これ2小節に分けました。はいはい、これ今2小節のループに、じゃあこれちょっと鳴らしてみます。はい、ビート入れてみましょうか。ね、じゃあビートを入れてみます。これで。ゼロの。歌うんで、やっぱ歌いたいんじゃないですか。出てくるやん。
かけようねなんかそうですね。ほんまはこれドラムもそうした方がいいんですよね、うん、あのドラムもこれ若干ずれてるんで、もう俺こんだけできたよ、こんだけあったらもうラップ、あとはラップ乗ったらあ、まあそうですね、そうそう、でこれぐらい荒い方でまたラッコやあ、まあそうですね、あのあんまりでも切り張りしすぎるとあれなんですよね、要は機械で作った感じが出てしまって、そうそのリズムって、人のリズムって一定じゃないですもんね、うん、そのだから気持ちいいっていうのはありますよね。その特によく言われるブラックミュージックのグルーヴってやつですね、うん、あのグルーヴっていうのはその黒人さんたちの独特の感覚っていうんですかね、まあっていうか、あのジャズにしろブルースにしろ、その荒さがええねん、荒さが出てんねん。そうですね、そういうの、うん、じゃあこれまたこっちの切った上音をあれこっちもやっちゃって、ね、こちらのじゃん、いりません、これできます。いやもうこっちだけでええけどな俺はな。ああ、いやまあ俺はせっかくなんで、まあ曲としてはループのオチがこうケツになるんで、ほんならちょっとやってみてもらえへんかな、はい、この辺ですね。またこれ分かりにくい、あのこのね波形の頭で切るんですよこれを。まあそうですね、これぐらいで大丈夫ですよね。大丈夫だいぶアバウトでアバウトの方がええねん。あんまり作り込みすぎるとさっきも言ったように面白くなくなってしまうんですよね、うん、だこれも同じようにコーナー込んで3小節目の頭になります。でこれをこれもタイムシフトしちゃいます。はい、で残りのこれもないですね。あった、ここか。で、これもしちゃいます。はい。はい、これで一応、小説の頭が、に揃えることができました。今度これにドラムの音を。これはまだね、はい、ね、これをこれと、ね、これ持ち上げの、え、あ、そう分かったよ、はい、あらこっちによし、あ、向こうにそのまま押さえたままこっちに、詰めるんですか、うん、いや詰めない、あ、後ろ前に、あ、これを後ろ前逆にするところ、逆にしてみましょう。でこれを後ろにケツに持ってくる、持ってきてみましょう。あ、曲の違和感を作るんですね。はい、これで後ろ前が逆になるし、パズルみたいですね。そう、パズルで曲が作れちゃうという、はい、とかブロック、子供がよくやるブロック遊びに似てますよね。そうな、いろんなものをこう組み合わせて作る、ほら、まあ、もう頭ぐちゃぐちゃになりそう。あ、面白ないなこれ、何ずれてないですね。違和感、あ、これリバースとかしちゃいます。あんまりリバースは好きじゃないですか。いや、そんなことないよ。はい、これ細かいほどそうや。はい、これをじゃあ今からリバースって言って、こういうプラグインっていうものがあるんですけど、音を加工するものなんですけど、これを使うと、違うものになっちゃうっていう。だいぶめちゃくちゃな。ビートとしてはだいぶめちゃくちゃになってますね。歌えるだよ、歌えるだ。あ、歌えます。難しいぞ。入れ替えましたからね。ちょっと横見る隣の子、めっちゃイケてる俺タイプ、踊るレディーにセクシーです。じゃあちょっと僕は音を変えていってみます。気持ちいいぜこの空間、その瞬間
ケジさんじゃあラップしといてください。サンキューもらったその子そっと近づきまず挨拶、次にオーダーシャンパン2つ、わらケジダンディガイ今夜楽しむなら俺などどうだ、決まり始まりさえ続かへん。あのコード進行がめちゃくちゃですよね。そうですね、これとこれ多分入れ替えたら普通になると思います。じゃあこれを止めて、でこれをこっちに戻すと、これで多分違和感なく、まあ今日ちょっと最後うだうだになってしまいましたが、はい、いや前にやってたんで、この前にもこれがまあいわゆるサンプリングっていうあれですよね。まあほんまこれにもっと細かくドラムを重ねたり、ハイハットの音を入れたり、そこはもう自分でね、はい、組んでいく感じですよね。はい、そうです、はい、まあまたね次の機会に、まあ今日またギターのあの子がいないんでね、ちょっとあれなんですけど、これプラスさっきのケイジさんが即興で弾いてくれたようなことをこっちに入れてもっと曲らしくすることも可能ってことですね。可能やっていうことで ね、あ、はい、そっちに行こうしようとしとったんや。はい、そうなんですよ。そっちに行こうしようとこれが長いこのそうなんですよ。ちょっと今日は長引いてたんで、また次回ということで、次回はここからの続きを、はい、あ、いいですね。ここから続きで、はい、次回はじゃあ完成編。完成編。これを完成させよう。完成、じゃあさせましょう。で、KGK のもしかしたらラップが見れるかもっていう。やるかもしれないぞ。やるかもしれないぞ。やるかもしれないっていう。はい。じゃあ今日。ということで。はい。ありがとうございました。じゃあまた、来週。来週ということで。はい。ありがとうございました。